の入り口。2006年撮影。ベオグラード、ベータル一世通りに面する。1996年は、ベオグラードで最も古い、伝統的レストラン、あるいはカファナである。ベータル一世通りに面しており、食堂とその建物は200年ほどの歴史を持つ、ベオグラードのランドマークの一つである。伝統的な料理が出され、スタログラドスカムジカと呼ばれる。 伝統音楽が演奏される。この建物は1823年にミロシオブレノビッチの所有物として建てられ、ナウムイチコに与えられた。その風変わりな名前は1892年に付けられたものである。これは、それ以前の名称であった、クッド・サボーン・クラクベイという名前をめぐる、セルビア正教会との論争によるものであった。 食堂の所有者はそれまでの名前に変えて疑問符をドアに掲げ、やがてこれが正式な店名となった。食堂はイヴァン・パブロビッチが所有していたが、1959年にユーゴスラビア連邦の共産主義政府によって国有化された。2005年、セルビア政府は、の民営化の意向を表明したが、食堂の従業員や多くの著名人、 市民団体からの強い反対を受けた。セルビア政府は2007年2月、国営企業の民営化プロセスからこの食堂を外すことを最終的に決定した。2563人が、の民営化に反対する署名を行った。ありがとうございます。